おはようございます久々の家ですさあいろいろとねブツが届いたんでまあ見ていきたいところうんまあブツ届きました届きましたよこいつですいやこれがですねあのー、なんつうのかな箱なんですよまだねこれゲームできないですこれちなみに今日届いたけどゲームはできませんこれなんです これ側ですそうインドネシアの会社のあのー、やつでこれ、あのー、試して買ってみよっかって感じで買ったんですよ正直言ってで、えーまあ、こういうふうになってるんですけど、まあ、これレバーもさせたりとかするんですがこの部分を外して一応キーボードのやつにすることが可能ですこれシールなんで、まあ、正直言ってねあのこの側では正直使わないです あの、試しのために買ったんで、その自分のベストのコントローラーは何かという試しのために買ったので、ちなみにこれだけでもう3万ぐらいしました。高い。この箱だけで2万5千円ぐらい。この箱だけで2万5千円ぐらいで、まあ中のパーツもろもろ合わせて、ほら、これ取れる。取れる感じで、中がね、こういう風になってるので、ここにね、いろいろとセッティングすることができるんですけど、これ、えっ、ー、と、これ上の箱どうやって取んだ うわこれめんどくさいなちょ結構大変で上の部分を外して中にいろいろ入ってるんでまあ今日はちょっと感触だけ確かめてみようかなと結局中に基板とか入ってないのしその配線とかもしてないから今日はそのねまあゲームはこれでできないんですけど、まあ、ど,んどんな感じなのかっていうのはちょっと分かりやすいかもしれないあ結構ねそのキーボードでやりたいっていう人もまあいるとは思うからね 初めましてこの中にキーボードを入れるんですかあのね、キーボードの左手の部分だけを、まあ、てかその、左手の部分だけキーボードに変えるっていう。よし、止まった。OK。はい、止まりました。止まったよ。で、こいつで、で、持ってボタンもはめていきましょう。ようやく。 <laughs> おーおおいいんじゃないちょっともうちょっと斜めらせるこれ水平すぎこれもうちょい上にあった方がいいわこれ下すぎる意外と微妙か意外と微妙かもしんない。 いや、悪くはないかも。良くなってきたわ。慣れか。いや、でも、押しやすいな。いや、俺ね、あのー、天板の問題だと思うわ、これ。やっぱ、ちょっとこれ、下すぎ。こ,こ、ここのスペースが足りない。もう少し欲しい。てか、あの、この高さが結構あるので、高さ結構あるので、この高さがなければ、良かったかもしんな、ね、い。ちょっと高いな。だから、ほら、こうなってるわけですよ。横から見ると。ほら、別になんか楽そうじゃないじゃん。 で本来は例えばその薄いやつとかだったらこんな感じなんですよこれぐらいの薄さだったらこれは楽これめっちゃ楽だけどこれぐらいの高さがあっちゃうとほら疲れるわけよこれこのこの高さがあるからこういう風になってんのねでこれで指をこういうふうに動かしてるから疲れるわけ。 だからこういう風な状態にも、だからキーボードとかもそうじゃん。高さがないからこういう風な状態でやれるわけじゃん。しかもなんか、あの、キーボードレストとかつけるとすげえ楽じゃん。だからやっぱ手首をさ、ちょっと上げるものがないと、ダメだな、これ。あーなるほどなー。勉強にはなったが、俺の3万円もうこれで終わりなんだけど。分かったで終わり。正直。分かったで終わった。俺の3万、3万5千円。例えばだ。 例えばこの箱の部分がなくてじゃあ超薄型にできましたと超薄型に成功しましたってなった状態がまあこれよりももう少しある状態ぐらいかなそんなもんだろうなこれの場合だったらあこれやばいこれはやりやすいわもう少し上の方がいいけどあ薄い方がやりやすいまあ慣れだとは思うけど机の上に置いてみたらあ,あ確かにちょっとやってみるかあー 机の上に置いたら楽だ膝置きがそもそも向いてないなこれちょっと楽になったあー楽になった <laughs> 高すぎるこれ <laughs> これはちょっと高いんだけどもうちょい低ければ嬉しいかなあーいいかもしんないこれの高さ調整ができればそれがベストかもまあ細かいその位置調整はしますけどいいかもねうん 薄い方がやりやすいっちゃや,やりやすいんだよなこういうレバレスの場合はねレバだとあんまり関係ないんだけど関係ないっていうかちょっと厚さがあった方がいいパターンもあったりとかするんだけどえー、今日勉強になった買ってよかった3万円だけどよかったのか3万円えよかったんかな買って果たして3万5000円だよ